ランティア区民活動センターの村上です、はい今年から、ボランティアセンターに配属されました、まあ、普段もですね、はい祭りの準備をメインに、やっていまして、あとはボランティアセンターの事業のですね、経理だとかそういった、庶務関係をやっています。はい、ボランティアセンターの仕事って結構忙しいでしょ。そうですね、範囲が広い、広い、ボランティア活動もそうですし、地域活動の支援なんかもありますので、あんまりこう仕分けができないっていうかね、区分けができずに幅広くやってるような感じです。支援っていうことだけじゃなくてもスケジュールとかそういうことまでいろいろ打ち合わせもありますよね。そうですね、まあ活動しやすいようにするということですね。まずね、ボランティアグループとかボランティアの方が活動しやすいようにするという土壌ならしもありますし、あとはそうですね、そういうスケジュールの関係もお手伝いをしたりとかしますし、あとはその前段階の、いろんなこう相談に乗ったりとかですね、紹介とかあります。本当広いですね、なんかね、範囲がね、一応担当するのは初めて。初めてです。もうよくは知ってるけど担当するっていうとまた違いますよね。全然違いますね、祭りにはまあもう10回近く参加はしてるんですけど、あくまでも職員、一職員として言っていますんでね、そうですね、まあ、皆さんのですね、熱意ですね、参加している実行委員の方、参加者の熱意というのは本当に一番驚きましたし、まあ、それがプレッシャー、いい意味でもプレッシャーにもなりますけど、まあ、とにかく我々は皆さんが活動しやすいように、あと来る方が楽しめるようにするのが一番だと思っていますが、これから当日までが一番大変。そうですね、ボランティアの方々いろんなことをやってくれますけど、これを全部整理して全部はめ込むの、足りないところも補うというのはやはり事務局の皆さんのお仕事になると思いますので、いよいよ最後の段階よろしくお願いします。はい、我々も動きやすいように最後の詰めということでですね、頑張っていきたいと思います。ただ、一緒に協力して明るくやっていけたらいいなと思っています。そうですね。